映像を見てるあなたは本当に素敵、ありがとう。見てくれて、あのね、しかもこの水着特製映像しか見れないんですよ。すごくないですか。この水着はね、ほんと可愛かった。スポーティーな感じでね、見れたあなたはラッキーです。あとね、ここのね、プールのねことなんですけど、このホテル実はすごいところだったんですよ。もうスイートルームでもいいんじゃないかなっていうぐらいすっごい素敵なところで、このプールだって普通のホテルだったらみんなが共用して使うプールなのに、ここのプールはこの部屋を使ってる人だけしか入れないプールっていう、すごかったですよ。お金持ち気分になった感じで、この花だってプールにあるんですよ。すごくないですか。もうすごい家って感じでした。庭があって2階建てで、しかも床にキリンとか描いてあってすごい可愛いんですよ。この滝みたいなやつだってシンガポールの次にあるって感じで、そうそうないですよ普通のお家では。もうすごく楽しかったですよ。もう冒険してる感じで。あとね、浮き輪だって救助用なんですから、そうそう見れないですよ。楽しかったですここ。でもね、一つね言いたいんですけど、天気が悪くてちょっとねショックだったんですよね。ここがほら青空だったらすっごい綺麗なのに、ちょっと曇り気味でした。だから実はちょっと寒かったりしたんです。内緒です、これは言わないでくださいね。寒いってあんまり言わないんですけど、寒かったです。でもいいところだから許そうかなって思いますね。こうやって遊んでる感じで、あ、ちゃんとこのね画面は自分だと思ってくださいね。ほら私が呼んでますみたいな。でもこの特典映像のことは、特典映像を見てない人には誰にも言っていけません。内緒です。あなたしか知らないからね。だから言ったら夢に魔女の私が出てきます。可愛い私じゃないですよ、魔女の私が出てくるんで覚悟しといた方がいいですよ。はい、ではグーじゃんけんぽい、あいこいしょあいこいしょあいこいしょ。Thank you.